はいどうも、米尾チャンネルです。よろしくお願いします。大雪山国立公園の、層雲峡ってところに来てますね。お目当ては銀河の滝、流星の滝っていう紅葉で美しいって言われる滝があるので、そこを見に来ましたね。もう着いた？違うよね。総爆台。あ、ここから入るってことか。もうなんか滝ありますけどね。あ、綺麗。あーすごい。これだけでもすごいっすね。岩が本当に、見てこれ、この尖り具合で横を流れる滝、ほらすごくない？いや興奮しますね。はい、ということでちょっとここを楽しんでみたいと思います。ということで総爆台入り口がこっちなので行ってみます。これじゃなくて総爆台だから、うん、おっと、あ、ここで合ってますね。あの双璧をなす滝、これね、有名なこれね、ほらすごくない？これが見えるっていうね。行っていきましょうか。ヒグマがいるみたいなので、まあ、野生動物にもやっぱり注意しないといけないところですね。いやー、奥のね、やっぱりいろいろ僕もね、滝を見たりだとか渓谷を行ったりしてますけど、あー、やっぱ観光地化されてるところでもあるからね、こうしっかりすぐにお目当ての場所に行けるように道が整備してあって、しかも割と近いと、もう綺麗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 だよ、ほら。いやー、オデレータ、はい。ということで行きましょう。いや、ありがたいですね。こういう階段もね、しっかりと作られてて嬉しい限りですよ。これは本当にここならではの光景じゃない？意外と大変。あ、すいません、はい。滝とかはね、実は曇ってる時とかの方が白飛びとかもしにくいんで、撮影には適してるんですよね。なので結構曇りの天気、残念だなというふうに思う方は、滝の撮影おすすめです。はい、こんにちは。そこそこ疲れますね。整備されてるけど割と登りますね。ファイヤーファイヤー。
あーすごい、すごいですね。あの2つの滝が織りなす紅葉とのコラボレーションですね。上まで登ったらお見せします。あ、意外と近かった、よかった。うわすごっ、これはすごいわ。すごっ。あ、すいません。なるほど。こんな感じです。はい、ここと思いきやもう一個上にもっといい展望台があるって聞いちゃいました行ってみましょう。あ、これのこの高さを登ってきたんですけど、もうあと2倍ぐらいあるってことで軽くショックですねまあいいか、整備されてるんで。気持ちいいな、風が気持ちいいですね、森の。よっこいしょ。いや疲れますね。はい、ということでそろそろ着いたっぽいですね、2つ目の展望台。はあ、よかった。着きました。すげえ、滝がこっちの方がよく見えますね。今日で謎のセブンイレブンのハイトラック何ですかねこれ、もう廃車ですよねこれ。ハイトラック見つけちゃいましたね。何これ、やばくないですか。セブンイレブンロゴのついてるハイトラックとか初めて見ましたね。ということでここは観光地のセブンイレブンですね。はい、ちょっと行ってみます。中は撮影できないんで入り口付近で はい、ということで買い物終わりました。まさかの SD カード、カメラの残量がメモリー不足で SD カードの予備がなくて買うことになりました。はい、ということで、これからホテルに向かいます。おっと。
部屋からの眺めがめちゃくちゃいい。